フォープレイクラシッククライム。あ、登るコースだ。これはね、まず負けない。まず負けない。まず考慮すべきなのは、ラグないラグ。ラグ怖い。あ、でもラグない。ラグないならもう勝ちよ。上登るコースだったら。マジで負けんから。ガチで勝つから。もう有言実行。有言実行の男なんで、しっかりと上に登っていく。どう？よし、一番上。やっぱ一番上に立つのがいいよね。二段ベッドとかでもやっぱ一番上をいかに勝ち取るか。殴り合いに勃発しても、もう気合と根性で、ベッドの上をもぎ取る。大丈夫。もう、血だらけになりながら。さあ、どこに出る？いや、まずね、これ土管の位置が変わったりするとどこに出るかわかんなくなったりするのが、結構怖かったりするんだけど、まあミスったんだけど、まあしゃあねえしゃあねえ。わ、登れた。いいよ。いいよ。なんか即興でいい感じに行けたのはいいこと、マジで。よし、上登って。ちょっと待って、ここミスっちゃダメ。ここ大事よ、ここ。めちゃ大事よ、ここ。で、しっかりと登っていく。いや、ここ結構大変やぞ、マジで。うわー、めちゃ大変、これ。もうガチ大変やぞ、ここ。登って登って、下に落ちんようにな。え、しゃがみか。しゃがみジャンプめちゃくちゃ辛い。で、足場を作っていかなきゃいけないみたいな。そういうコースか、これは。一応全部作っていこうかなって思ったんだけど。足場作って。オッケー、登れんよな、それ、そうだよな。で、上登って。落ち着け。上登って、で、もう一丁。冷静に行こう、これは。冷静にな。冷静に熱く。行くんだよ。ちょっと、このしゃがみギミックやめてくれ、マジで。もう俺ミスっちゃうから、しゃがみギミック、本当に。よくないよ。オッケー。これ短縮できたんじゃない？いい感じ。で、バネもういい感じ。頭ごつ、こんな頭ぶつけられたらバカになっちゃう。もう、アホになっちゃうから、早く行こうぜ。よし。いや、マジで上に登るコースはマジ負けんから。よし。チョコレートケーブマウンテン1。チョコレートマウンテンか。チョコマウンテンって何があのモデルなんだろうね。モデルっていうか、64からあるよね。64のマリオカートからあるよね。いや、とりあえずここ守りきりたいけどな。マリオに暴れられたら俺終わるんだよ。2番手ぐらいがちょうどよかったり。とか全然するんだけど、いや、頭貸してほしいな、普通に。よし、よし、危ねえ。甲羅も怖いしね。で、こういう時大事なのが、お、あ、うわ、ちょ、怖い。よし。あいつら後ろ行っちゃってんね。ちょっと待って、マジ頼むぞ。アイテム来い。よー、勝ち確。こっから負ける。ちょ、ここ、落ち着け。ここで、落ちちゃうのが一番もったいない。もう勝ち確モードだから、これ。あとね、大事なのが、ボスとかマジいらんからな、本当に。ボスが来たら本当にな、萎える。ガチで。ちょ、もう本当にさ、ね、パックンフラワー、嫌なんだけど、ガチで。で、アイテムはもういらない、いらない。そんなアイテムばっか取ってどうすんのっていう、そんな感じになっちゃうから、で、パタパタもあえて残す。いやー、ボスいそう、これ。いねえかな、ボス。いや、この立ち上がり。いいぞ。立ち上がり完璧。もう最短ルートを駆け抜けていく。もう最短ルートの神。ほら、マジ怖い。ちょ、本当に怖いんだけど。ガチで怖いんだけど。オッケー。ギブアップしていく。からの、怖いとこやめよう。で、コンぶつけて、うわぁ、ちょっと待って。ちっちゃい回るとこれ無理だわ。You 111。モートンを一体倒したからゴールと。もう運ゲーなんだよな、最後にモートンとかいるとさ、もう先行ったところでな感じあるよね。まあ、でもさ、序盤中盤がすごい難しいコースで、こいつらを出し抜いていける、行くことができれば、ワンチャンね、あったりするからね。まあ、とりあえず、ドッスンはスピンで避けて行きたいんだけど、あ、完璧。これだけ、序盤、さあ開いて、おっ、船も走って。ドッスンやばすぎるんだけど、てか、太陽がこっち向いてんのもちょっと気に食わん、マジで。後ろ潰せ、俺じゃなくてな。俺頼むってね。いや、なんかなんだその動きは。怖すぎ。待て。これ、鍵持って大きい、取って大きいの、誰でも。で、ジャンプしておいて。ただ、モートンがどっかにいるからな。もうやれない。あー、はい。そういうことか、これ。一旦ちょっと、うわー！アップワードズダッシュ。え、なんだろう、ダッシュするのはわかるんだけど。なんかあれだよね、ダッシュ島、初めてさ、ダッシュ島見たときも、衝撃を受けたね。無人島を開拓するみたいな。な、当時、あれだよね、マイクラブームもすごい時だったしね。もう本当に、そういうサバイバルって、憧れるよな。まあ、とりあえず、今回マリオね、俺。うわー、これあれだわ、みんなでバトルコースなんだけど、結局ね、待って、ちょっとな、は、何が起きてる？おい、マジかよ！なんか操作性が操作間違えてひどいことなってる。これさ、待て、落ち着け。これね、あれだわ、早めに下降りちゃわないとマジでひどいことになるやつ。これはヒップドロップでいい？そういうことね、これ入って、で、そんでもって、いや、マジ難しい、これ。おい、どうすんだ、お前、これ。キノコ多分取った方がいい気がするね。
スピンで行くんだけど、ドロップで行こう。わっ、ドロップ正解だわ、これ。オッケーオッケーオッケー。すべてを打ち砕いていけ。からの、しっかりと。ここもね、めんどくさいことならないようにね。ここで、関わっちゃうと、ダメなんで、マジで。もう人に関わらない。そういう、それをモットーに、俺これからも、生きていくんで、ぼっち、気合える、ぼっち。でも、割と一人やのって気楽でいいんだよな。たまにすごい孤独感に襲われるけど、一人って気楽でいいんだよな。このコネットペア3の1。いや、わからんけど、なんかココアが飲みたくなったな。ココアめちゃくちゃ好きなんだよな。ちなみに牛乳をふんだんに使ったココアがいい、やっぱり。ココアお湯だけで飲む人もいるんだけど、俺お湯だけだとちょっと無理だね。いや、無理ではないんだけど、ミルクを、牛乳を混ぜることによって、さらなる高みへ、ココア究極体へと進化するんで、進化する翼レベル10って感じでね。さあ、青キノコはあの世に行っていくよ。なんか変な嫌なラグがあるもんな。俺があの世に行っちゃう、これ青キノコのこと笑ってる場合じゃないんだよね。ちょっと待て、なんだこの変なラグは。悪質すぎるぞ。青キノコ切れていいよ。許す。俺が許す。さあ、後ろから行くんだけど、全然これあるぞ。マジである。アイスココアもね、美味しいんだけどさ、アイスココアって混ぜるのだるいんだよね。なかなか、混ぜきらないというか、ところがやっぱあったり、するからね。よしよし、行っていく。どう、クリボーに、そう、絶対いると思った。絶対足場にクリボーあると思った。さあ、このまま行くぞ。このまーま、どこか遠くって感じ。ほんとに、おい。クリボー邪魔くせえ。しゃがみジャンプで行こう。オッケー。しゃがみジャンプで。いいよ。これ持ち上げられるかな、ワンちゃん。マジ怖い。持ち上げられないね。ナイス。よし。100チェリーパイズ。チェリーパイってことかな。チェリーパイは食べたことないからそんなあれなんだけど、俺リンゴパイがすごい好きで、もうリンゴカスタードパイっていう最上級の食べ物に進化したらもうたまらんね、マジで。本当に好き、リンゴパイは。リンゴカスタードパイはもう100点満点。作ったやつ、マジで神。崇めるわ、本当に。これ、カキも上から降ってくる。いや、降ってこないコース。だったねー。この魚が、もうサーモンが飛びまくってるのが本当気になるな。ただ、惑わされるな。自分に打ち勝つ。うわ、怖い、ルイージ。絶対俺の頭踏もうとしてるし、あなたねー。大きくならないね。オッケーオッケー。まあ、ちっちゃいまま頑張っていくの。はぁ、ハゲがいる。おーい、ダリーな、これ、マジでダリー。マジダリーんだけど。わぁ、うわぁ、くそ。どうにかしろ、こいつ。こいつ、マジどうにかしろ。オッケーオッケー。オッケー、俺も取っておきいの。で、取っておき見してるよ、俺の、マジで。こっからのしっかりと。はい。いやー、取って、ちょ、誰も取って、あ、取り返せ。ちょ、一旦邪魔だから、これ、取ろう、オッケー。よし、行くか。行け、ルイージ。まずは、ルイージを送り込んで、これサッカーでもあるよね。まずは、ディフェンスを釣ってからの、みたいな。俺がカバーしに行く。俺がチャレンジ&カバー。これがチャレンジ&カバーなんですね。あいっと、嘘、くぅ、ちょ、行かせんだ、お前。ああ、死んだかと思った。ちょ、よりによってあいつ行かせんじゃねえよ。ゴールからも。いや、待って、全然あるぞ、まだ。ミスんな。変なラグあるけども、気にするな。ミスは誰しもある。ただ、こっからの立ち回り次第で、もうゴールじゃねえ、これ。わ、もうふざけろ、マジで。4プレイヤーエレベーターフリーフォーオール。これなんかね、前やったことある気もするんだよな。名前がやっぱ特徴的じゃん。エレベーターで競い合えみたいな。そんな良くないからな。あ、はいはいはい。これはあれだよ、なんだっけ。なに、俺記憶飛んじゃったもしかして。これあれなんだよ、結構ね、出るコースだよね。なんだこいつ、マジ怖すぎる。よし、じゃねルイージ。前もこういう風に誰かを倒した気がする。青きのことか言ったな。さあ、どうする、俺たち争うか。いやいや、いいな。答えはいいな。さあ、俺がお前にまずアタックチャンス。まずアタックチャンス。いや、食らっちゃった。いや、砕けるんだ、これ。いいね、砕けるんだ、これ。いや、まあ、とりあえずはめるしかない、こいつを。よし、行け。いや、行かねえか。いや、はめて。オッケー。まずは猫を奪い取ると。最高。こうしないとやっぱ猫を奪い取る。これが超大事よ。あとは楽だもん、正直。正直あと楽だから。上からしっかりと、滑空で。いや、これ滑空でいけるはず。いけないか、くっそ。このため時間があったね。しゃねえ。なーに、これであれか。状況は五分。状況は五分だな、これで。やばい、マジか。大丈夫。まだいける。危ねえな、マジで。おい、てめえ。やんのか、こら、おい。なに、くっそ。
くそー。あ、いや、まずい。イエーイ。イエーイ、ありがとう。危ねえ、煽ってる途中に死ねないようにします。お前、よくも屈伸煽りのとしてくれたな。自分で墓穴掘ってんじゃねえかよ。いや、俺前もこういう試合した気がするわ、ほんとに。そうだよな、待って待って、これまずい。猫が、ほんとに猫がないと、ほんとにここでやられちゃうのまずいから。いや、このコースって、毎回ね、誰かしら、まず誰かしら、置いてかれるのよ。いや、結構このコースでも、勝率いいからな、割と好きかもしれん。MVB、往復バトル。往復バトルか、これ鍵取ってまた戻ってくるみたいな、最後まで気が抜けねえ。まあ、ダリーコースだ。ダリーっつったら悪いか。でも結構大変なんだよな、こういうコースって。いや、勝つぞ、勝つぞ。気合入れて、気合。ちゃんと文字でゴーって書いてあるしね。ゴーって言えばナルトの、あれだね、子供時代のオープニングを思い出すね。あれを思い出すね、やっぱ。まだ地雷、俺地雷屋がさ、言っちゃったのがすごい悲しいんだけど、マジで。な。螺旋ガン使ってる記憶しかないけども。てか、ナルトってなんか、技のバリエーションないのに、そこそこなんか戦ってるシーン多かったのすごいよね、やっぱり。俺、サスケの戦闘シーンが結構好きなんだよね。なんか、どんだけ強くなっても、クナイとか手裏剣とかワイヤーとか使うからさ、てかな、なんていう、小細工というか、小賢しいというか、小賢しい戦い方がやっぱ好きだね。小賢しいって言ったら悪いか。いや、まずはこれ上に行ってあれかな？集めんのかな？なんかを。で、絶対これなんか出てくるから、叩かせておきながらの上に行くのが、まあまあベストでしょう。割と俺早い段階で気づけたの割といいんじゃない？どうだ？ただね、追いつかれたね。メスキノコの方が、ちゃんと見てるね。まあ、まずは一旦足場を作っておきの、まあ、飛んで、2回作る必要はねえからな。飛んで、助走をつけて鍵を持って、下がっていく。鍵持って下がっていく。これ下がるんだよね、とりあえずね。一旦下がるのが正解だよ。そうだよな。いや、わからんのよ、もういろいろと。いろいろともわからないのよ、もう。あった。でも、あるからこれでいいのか。オッケー。負けたくねえな、これ、勝ってんなら負けたくねえな。いや、これ、キノコとかなんか使わなさそうじゃない？いや。これ使うのか。はい。これ何周もしなきゃいけない、これ。ダリーこのコース。おい、何周させんのこれ、マジで。本当に大変やぞ、これな。マジで。お、ガチ大変やぞ、これ。2個目の足場、ちゃんと作っといてもよかったかもしれんな、もしかしたら。な。ちゃんと作っといてよかったかもしれん。おい、1個しか作ってないから、あそこでワンチャン、事故る可能性がある。ちょっとラグでなんか事故りそうですごい怖かったんだけど。まあ、そんなラグのせいにしてたら、ラチが開かないので、しっかりとジャンプして、ミスんないように行こう。ちょ、メスキノコ一回ミスれ、マジで。頼む。ほんとに。ちょっと近いわ、あなた一旦近いので、一旦ちょっと帰ってもろて。ダメかな、そんなん。俺の思いは届かんかな。俺の呪術。俺の、なんていうん。そういう言葉呪言。俺の呪言届かんかな。まあ、とりあえず、穴を開けて、足場をしっかりと作っておいて、上に行く。でも結局これ下に行かなきゃいけないんでしょ、奥さん。結局これ。下に行かなきゃいけないんでしょ、まあ、一旦ね。一旦これでファイヤーを取りつつの、まあ、一旦下がるってことだよな、きっとな。ファイヤーが取れるってことは。そうだよな、もう一回。あのまま上に行ってもいいけど、絶対無理だよね。コースの制作者の、やっぱ意図を汲み取らないと。多分、あんまま上行っても絶対勝てねえから、なんだっけ、USA マリオだ。USA マリオを取りに行かなきゃいけないって。ダリ。はははは。もう勝ちでええやん、俺の。ダメ、結構差つけてっから、もう勝ちでいいやん。でも最後まで何があるかわからないのが、やっぱみんなでバトルのいいところ。で、周り怖いところでもあるからね。まあ、ここで補充しろってことでしょ。あるもんなって、そこに、明らかにそこにあるもんな。で、さあ、補充しますよと。あいつら今どんな感じだろう。あ、まだいんの、そこに。そこにまだいんの、あなた。この勝負。もらった。いや、勝ち確の試合ほど楽しいマリオメーカー、ほんとないよ。ほんとにないよ、マジで。負けてる時のマリオメーカークソすまんねえからな、マジで。いや、大体そうだよ。ゲームで負けてる時ってほんとつまんねえからな。やっぱゲームって勝つのがもろいんだよ、やっぱり。負けてるけど楽しいみたいな。俺理解できないもん、あれあんまり。やっぱ勝たないとね。やっぱ遊びながらも、エンジョイしながらも、勝つのがやっぱ気持ちいいんだよな。さあ、上行って。上のギミックちょっと気になるよな。ルイージまだ上にいるんだけど、何してんの、あいつ。ねえ。やる気あるかな？いや、裏面に行ったのか、もしかして。これ、多分、大ジャンプだよね。ピカピカジャンプ、しっかりと決めておきながらの、もう一回。
で、ピカピカした瞬間にジャンプ。このピカピカ時間をさ、もうちょっと短縮できたりもするよね。そんな、実際そんなピカピカしなくてもいけたりみたいな。さ、ここでミスんなよ。よし、危ねえ、ここでミスったら終わってたいや、もうクソ長かった。長かった。この戦いに終止表と、ゴール。